三章魚は、告げ吉春が1967年5月に、ガロ5月号に発表した8ページからなる短編漫画作品。艶に続き翌々月に、同じガロ市場に発表された作品で、いつ頃からか月水道に住み着いた三章魚の独白という形式で、物語は進められる。実際に作品が描かれたのは、その前年の暮れ頃になる。 下水道の汚物の中から顔を覗かせた三章魚が自身の過去と現在、そして未来について独白していく。当時、いぶせますじの熱心な読者でもあった作者ではあるが、いぶせの三章魚とは全く異をことにした内容となっている。これについては、菅井自身、いぶせますじとは全く関係のない作品だが、 どこかに、イブセマスジの題名だけでも引っかかっていたのかもしれない、と語っている。この作品で初めて告げの自我と内面の問題が提起される。当時、純文学を本格的に読み始めていた時期と重なり、その影響が出ているのではないかと、告げ自身語っている。当時は、ほとんど、イブセ文学のみに接しており、島尾敏夫はこの作品を描いた翌年から、読み出している。 ゴンドウ進むの階層によれば、ラーメン屋の2階の部屋の一角の3段の本棚には、ガロや菓子本漫画などとともに、柳が国尾の文庫本があり、サルトルの小説やカミュのシジフォスの神話を読み、ツゲ自身は記憶にないが、ゴンドウは、この時期に、ツゲが最も多く読書にふけており、また、実存主義を研究しているとの情報を得ていた。ゴンドウが後に、この作品に、 自が、自意識への内政を含暗有している点から、西洋の思考かと考え、次に、艶、三章羽は、実存主義漫画じゃないかと水を向けたのに対し、次は、知らない間に影響があったのかもしれないが、むしろ中国のものの方が面白かったと述べている。この作品の発表後、李三一家、陶芸の犬、海辺の女系、赤い花、西部田村事件、長八の宿、 二股また渓谷、オンドル語や、本やら掘らぬ弁算と、わずか一年に立て続けに、問題作や、旅物の代表作を世に出し、6月には、問題作の、ねじ式を発表する。ゴンドウは、ねじ式は少しもびっくりしなかったが、この時期に、三照語や、リサン一家を描いた方が、衝撃的と感じた。告自身は、この時期に、 心の中にもやもやしたものがあったのは事実で、それを言葉で整理することの困難さと、実存的な意味合いでのもやもやを抱えていたという。また、この時期から椎名林蔵や梅崎春を読み始めた。作中に描かれているのは、その大きさから10センチメートルほどしかない、三生魚ではなく、体長最大150センチメートルにもなる、大三生魚である。 俺がどうしてこんなところに住むようになったのか、わからないんだという一匹の山椒魚の独白で、始まる。濁った水のせいか、それ以前の記憶が全くないという。山椒魚の過去と現在、さらには未来についての独白が続く。ろくな食べ物もなく、犬や猫の死骸の流れ込む下水に当初は不快感を、感じていた山椒魚だが、次第にぬるぬるした汚水の環境に快感さえ、 覚えていく。体質が変化し、体も3倍くらい大きくなり、いつの間にか全く別の生き物に生まれ変わったような変容感を覚える。下水を自分の住みだと思えるに至り、誰にも邪魔されずに自由を満喫できるようになる。日々、上流から見慣れないものが流れてきて、退屈することもなく、点検に没頭する日々。そんな参照の前に、ある日、 理解不能な物体が流れてきた。正体不明で3日間も考え込む参照を。それは人間の胎児であったが、結局はどうしてもわからず、自前で腹を立てずつきに、3発食らわす。明日はどんなものが流れてくるのか、それを思うと俺は楽しくて、しようがないんだの言葉で締めくくられる。ありがとうございます。